画ドン、漫画バラエティチャンネル。皆さんこんにちは。マガゾン漫画バラエティチャンネルです。動画が面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。今回は大人気グルメバトル漫画、トリコ、よりキモすぎる食材を紹介するよ。意外と美味しそうな食材ってあんまないよな。ガララワニまでしか読んだことないけど。読んでないのと一緒だね。まあ前半の方が美味しそうなものが多かったのは間違いないね。今回紹介するのも見た目はキモいけど作中ではとてつもなく美味しいとされるキモうま食材なんだけど。ということで早速紹介していくよ。マガトン、漫画バラエティチャンネル。まずは、トリコ、を簡単に説明するよ。トリコは島袋光俊先生が描くグルメバトル漫画。この前の逮捕された漫画家で紹介してた漫画家だな。で、グルメバトル漫画ってどういうことだ？本作はグルメ時代と呼ばれる未開の味を探求する時代という設定なんだ。そんな世界で食材を探して捕食する食の探求者、美食屋、であるトリコがまだ見ぬ食材を求めて冒険する物語だよ。捕獲レベルってのはなんだ？捕獲レベルというのはその名の通り食材の捕獲する際の難易度だよ。ちなみにレベル1イコール猟銃を持ったプロの猟師が10人でやっと仕留められるレベルだよ。作品の説明はこれくらいにしてキモすぎる食材を解説していくね。まず紹介するのは醤油バッタ。これはサニーと小松がマッシュルームウッドというキノコの森で見つけた食材だよ。見た目はキモいバッタの胴体にカプセル状の醤油がついているといったもの。醤油バッタは背中に最高級の醤油を蓄えるバッタで、成虫はより熟成した醤油がいっぱい取れるんだ。いくらうまい醤油でもバッタの背中についたやつはキモいぜ。小松が捕まえたのは子供で小さいけど成虫は体長5メートルで捕獲レベルは5相当みたいだよ。小松はこの醤油を焼いたクリーム松茸にかけて食べていたよ。それはうまそうだな。現実でも調理過程を見たら空気失せるのあるしそんな感じだな。マガトン、漫画バラエティチャンネル。続いては、チョウザメワーム。これはライブベアラーとのグルメテイスティング勝負で登場した食材だよ。分類は昆虫獣類で生息地は熱帯の深い森。捕獲レベルは10だよ。肉食性のミミズでソーセージに似た見た目が特徴だね。普段は土の中で過ごし、捕食の際には地表に出てきて狩りするんだ。捕食した生物の肉を原料に分泌したスパイスと混ざることで全身がソーセージになるよ。見た目はキモいけど焼いたり蒸すことでジュージーで美味しいみたいだね。こいつが食ったものが何の肉かわからんし、こいつの皮膚も食いたくないし最悪だな。それじゃあ次行くよ。マガトン、漫画バラエティチャンネル。続いては、ヒルヒル。分類は関係獣類、生息地は湯東島。捕獲レベルは307だよ。レベルがインフレしてきたな。ヒルヒルはグルメ界に乗り込んだトリコとここの前に現れたヒルの化け物だよ。リアルミストと呼ばれる幻覚を見せる煙の中に迷い込んだトリコたちに襲いかかってくるんだ。こんなキモい見た目ながら人を話すことができるよ。人を話せる生物って余計に空気失せるな。見た目だけでなく攻撃方法もキモいんだ。大量の小さなヒルを使って獲物の血を吸い尽くすよ。人を話す機能と人型という点、小さなヒルを刺激したり、そもそもヒルヒル自身がヒルってところがキモポイントだね。どうやって食うんだよこいつ。細かく刻んでポン酢でさっぱりとだよ。口が意地見てんな。コリコリして美味しいみたいだからぜひ食べてみてね。マガトン、漫画バラエティチャンネル。続いては、豆乳洞。分類は原獣類、生息地は湯東島。捕獲レベルは487だよ。こいつは先ほど出てきたリアルミストを発した張本人だよ。リアルミストで獲物に幻術を見せることで攻撃するんだ。おっさんっぽい見た目からは想像できないスピードで移動することも可能だよ。このおっさんを食うのか？キモすぎだろ。おっさん自体を食べるわけではなくておっさんから出る豆乳と湯葉を食べるんだ。おっさんが流す涙が豆乳で周囲にまとう煙が湯葉なんだ。どっちみちクソ気持ち悪いな。トリコたちは豆乳洞の豆乳で作った豆乳鍋に湯葉を入れて食べていたよ。
後半になるにつれてどんどんまずそうになってくるな。マガトン、漫画バラエティチャンネル。続いては、食宝ペア。ペアはグルメ界の捕食者の頂点に君臨する野王の一角、炎王バンビーナの体の一部なんだ。バンビーナはグルメ界エリア7の支配者で捕獲レベルはなんと6000。戦闘力は規格外で尻尾を一振りするだけで山を溶断したり、その衝撃波は宇宙まで届き人工衛星を破壊するほどなんだ。インフレが止まらねえな。確かに見た目がキモい猿だけどさっきまでに比べて大したことなくないか。ペアのキモさはその部位にあるんだ。まずバンビーナはキンタマントッヒという種族の猿なんだよ。キンタマントッヒのペアか。なんとなく分かってきたぜ。想像の通りペアの正体はバンビーナの金玉だよ。ほう、なかなかのキモさじゃないか。どうやって食うんだ。ペアの中に詰まってる汁を飲むんだよ。金玉汁を飲むのか、アタオカじゃねえか。このペアは伝説の美食やアカシアのフルコースのスープに選ばれているよ。またキモいのは金玉ってことだけじゃなくて、飲むと性別が入れ替わってしまうところもキモいよね。小松吉祥。トリコが金玉をわしづかみにしたりとこのエピソード自体キモかったよ。それじゃあ次行くね。マガトン、漫画バラエティチャンネル。続いて紹介するのは、トリコのうんこ。これは読み切り時代のトリコに登場する食材だよ。うんこが食材。これはトリコが小松に渡したものでトリコ曰くゾウクマの肉はうんこ化しても栄養や味が落ちないから美味しく食べれるみたいだね。そういう問題じゃないんだけどな。これ以外にも細かい肝うま食材がいくつかあるから紹介するね。まずは、バナナ納豆。洋食界の雑炊の店、目玉のおじや、にある食材。その名の通りバナナの見た目で中身が納豆というキモい食材だよ。続いては、目玉たこ焼き。謎の血走った目玉をたこ焼き風に焼いた料理だよ。これもベタにキモいよね。続いては、アームランポリンクス。これはグルメ界突入時に現れた天狗と鳥を合わせた見た目の生物だよ。筋肉質な人間っぽい体が何とも食べる気が失せる見た目だよね。ちなみにトリコたちは唐揚げにして食べていたよ。とまあ細かいものはこんな感じだよ。他にも結構キモい食材がたくさん登場するから気になった人は読んでみてね。結局一番美味しそうな食材ってガララワニの肉みたいなシンプルなやつだよな。まああいつの口の中ヒルみたいなのいっぱいいてクソキモいけど。ということで今回はトリコに登場するキモすぎる食材を紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあこの辺で。チャンネル登録よろしくねー。高評価、Twitter のフォロー、ブログのチェックも忘れずにー。マガトン、漫画バラエティチャンネル、みんな覚えてねー。それではまた。